人類が初めて経験した大規模な宇宙空間での戦争が地球連邦政府とジオン公国のものだった。人型機動兵器モビルスーツが実用化された一年戦争から10年弱。宇宙世紀0087、地球とスペースコロニーに住む人々の間の確執はくすぶり続け、彼らの魂は未だ地球の重力から解放されていなかった。黒いガンダム。ジオン残党狩りを目的とした連邦軍の精鋭特殊部隊であるティターンズはグリーンノアで新型モビルスーツを開発していた。ティターンズの対抗組織であるエウーゴは新型モビルスーツを奪取すべくグリーンノアを襲撃する。その指揮を取り自らグリーンノアに乗り込んだクワトロバジーナ大尉こそかつての赤い彗星シャア・アズナブルが名を変えた姿だった。このスモッグならグリーンノアではなくてグリプスと言いたくなるな。なんだこの感じは。アムロレイ、ダラースン。いや違う。同じ頃、ティターンズの基地にはグリーンノアの少年カミーユ・ビダンが拘束されていた。カミーユはティターンズのジェリドメサ中尉の言動に逆上し暴力を振るってしまったのだ。カミーユはエウンゴ襲来の混乱に紛れて脱走。新型モビルスーツガンダムマーク2を見つけると周囲の静止を振り切り乗り込んでしまう。学生を見れば反戦主義者だろって因縁をつけるくせにモビルスーツさえろくに扱えないんだから。あの MP、 あいつだ。俺を殴った許せないやつだ。データを盗み出しておいたから動かせるけど消えろ。ここで死ねるか。優勢してやる。連邦軍はいつになったらここが地球と地続きでないということが分かるのだ。僕が敵じゃないことを知らせなきゃ。優勢してやる。消えろ。こいつ、そこの MP、 一方的に殴られる痛さと怖さを教えてあげるよ。怖いだろう。ゲリド、乗っていないのか。やろ。ティターンズの仲間だと勘違いしてるな。こいつ、待てよ。チタンズのくせにやらせるか。ふざけんな。修正してやる。
あのマークス、敵ではないな。そうだ、僕は敵じゃない。あなた方の味方だ。証拠を見せてやる。コックピットを開けるんだ。サムライト、お前を潰しちゃうぞ。よく消えろ。了解、降りるぞ。このマークス、信じられるようだな。脱出する、ついてこい。コロニー内でまだ仕掛けてくるのか。そう、みんなは無事なのか。大丈夫です。とても懐かしい感じがする。迎えの船が来ているはずだが。スモン、遅くなった。っておい、敵だらけじゃないか。よし、アーガマで援護するぞ。あまり無理はしないでください。班長任せろ。消えろ。やらせるぞ。修正してやる。ダイエ、カミーユの両親を人質にマーク2の返還を要求してきただと。こいつ、今の話本当なんですか。カミーユ君、待て。こいつ、なんであんなところにお袋がいるんだ。待てよ。消えろ。消えろ。敵が奪う気配を見せたらカプセル爆弾を狙撃しろっていう命令だった。こいつ、やらせるぞ。修正してやる。爆弾もろとも消えてなくなれ、バック。なんだ、なんでもないのか。カプセルは爆弾なんじゃなかったのか。うわ、こいつだ、こいつだ、こいつがやったんだ。こいつ貴様が母さんを。母さん、何を言ってるんだこいつ。殺すことはなかったんだ。今の声はコロニーで俺を殴ったカミーユとかって女の名前のあんな子供に。
人質を取る非道なやり方を目の当たりにしたエマは、さらにティターンズがかつて毒ガスを用いて反地球連邦運動を鎮圧したことまで知らされる。冷たい言い方だが、ティターンズというのはああいうものだ。そんなやり方を見ては、私はもうティターンズにはいられません。エウーゴで働くことを認めていただけますか。エウーゴに迎えられるエマ。その時エマがふと口にしたことから、話題はシャウ・アズナブルの件に及ぶ。カミーユ君は知っていて。知ってますよ、有名なんだから。でもあの人、一人で組織に対抗して敗れたバカなんです。うん、正確な評論だな。3回後、レコアは地球降下の準備を始める。彼女はジャブロー偵察の任務を買って出ていた。地球に降りちゃうんですか、レコアさん。ジャブローって地球連邦軍の本拠地があるところでしょ。エウーゴは大きな戦争なんてできないから、ティターンズの恩賞になっているジャブローを叩く。でも空からの偵察だけではわからないでしょ。勢力を拡大するティターンズに対して、エウーゴは大規模な反抗作戦を実施しようとしていた。大気圏突入。降下作戦のため地球へ向かっていたアーガマは、ティターンズの攻撃を受ける輸送シャトルを発見。カミーユたちはこのシャトルを救助した。シャトルの船長は一年戦争の英雄ブライト・ノアだった。そしてカミーユの幼馴染ファー・ユイリーまでも登場していた。カミーユ、こんなところにいるなんて。ファーこそシャトルになんか乗っていたなんて。父さんも母さんもティターンズに捕まっちゃったのよ。ガンダムマーク2を盗んだカミーユのお隣だからって。毒を
を知っているってだけで、それがティターンズのやり方か。ティターンズの非道さに改めて怒りを覚えるカミーユ。同じ頃、クワトロらはブライトにエウーゴへの協力を要請していた。ホワイトベース時代の中佐の実績が今のアーガマには必要なのです。自分は2隻も船を沈めてしまった艦長ですよ、クワトロ大佐。私は大尉です、ブライトキャプテン。ジャブローにはティターンズを立ち上げたジャミトフ・ハイマンがいると言います。それでジャブローに乗り込みティターンズを叩くというわけですか。最小限度の艦隊編成は組んだ。補給も引き続き受けられるよう手配をしている。その援軍全般の指揮はアーガマのキャプテンブライト・ノアが取る。了解です。かかるぞ。モビルスーツ発進用意。全周囲索敵を怠るな。一方、ティターンズもエウーゴの動きを察知、大気圏突入前に攻撃を仕掛けようとしていた。俺は重力の中でも浮いてみせる。ああ、エウーゴの連中は重力の中へ叩き落とす。大気圏突入を援護する。了解。降下部隊は降下予定地点へ向かえ。キャプテン、援護を任せろ。消えろ。こいつ地獄へ落ちろ。カプリカ、あなたに何を言ってももうわからん。避難状況を知らせ。そこか。消えろ。こいつ修正してやる。交代させてもらう。それでは大気圏突入は無理だ。アーガマへ交代しろ。まだやれます。ここはスペースノイドの言うことを聞け。わかりました。こいつ消えろ。こいつ修正して
ロベルト、どうか。ロベルト機、降下開始する。消えろ。大気圏突破はさせんぞ。消えろ。すまん、隊員、少しカミーユを手伝ってやってくれ。ああ、そうだな。どけよ。何言ってるの。大丈夫ですよ。大人の言うことは聞くものだ。カミー、残りも片付けるぞ。アポリー、行けるか。こちらアポリー機、大気圏に突入する。ふう、これで地球へ降りられるか。アーガマ、大気圏突入エリアに接近。敵のモビルスーツ隊です。アーガマの護衛に、エマチに無理をする。ここで死ねるか。大丈夫です。降りられない代わりに、このくらいはさせてください。任せろ。消えろ。高度上げろ。艦隊は脱出する。消えろ。あれか、マクス。ついにアーガマに復讐できるぞ、ジェリド。修正してやる。消えろ。やらせるぞ。エグを任せろ。消えろ。重力の中へ叩き落としてやる。こいつ。ここまでだな。こいつ。うお。気をつけていけよ、カミーユ。バリュード出して持つものか。ハクリゴン、これ以上は無理だ。バリュードを展開したらこちらがやられる。これまでだよ。いい、ジェリドめ、弱気な。そんなことじゃ撃てん。もう持たないぞ、焼き死ぬぞ。オートマジックか。これではやられる。もっと離れていれば助かったんだぞ。うわうわ、アベリア。
ジャブローの風。激しい戦闘の結果、エウーゴの地球降下作戦は成功。カミーユたちはジャブローの地へ降り立つ。一方その頃、そんな闘争からは遠く離れて、地上では失意を持って空を見上げる男がいた。かつてのガンダムのパイロット、アムロレイである。ニュータイプとして実力を示しすぎた彼は連邦軍から危険視され、軟禁に近い状態に置かれていた。ここの生活は地獄だよ。でも僕は一年戦争で十分に戦った。定冠し投げやりになるアムロだが、大きく動き出した戦局はアムロに再起を求めていた。これが地球の重力なのか。ガンダムマーク2は見つけられるのか。俺は神の存在を信じるぜ。カクリコンの仇は取らせてもらう。カクリコンを殺した。やらせるか。カミー、行けるか。任せてください。はい。消えろ。強制に持ち込む。皆さん、カクリコンさえいればこんな無様なことにはならなかったのに。出てきたな。迎撃する。
神が呼んでいる。修正してやる。私に続け、変態を乱すなよ。なんで誰も聞こえないんだ。早く助けに行かなくちゃ。こいつ。作戦は継続中だ。気を緩める暇はないぞ。こいつ。ここで死ねるか。神、行けるか。任せてください。はい。消えろ。地下に核爆弾がある。爆発までもう時間がない。脱出するぞ。こいつ。滑走路にアウド村がある。そこまで急ぐぞ。消えろ。まだジャブローには味方がいるんでしょ。脱出路を確保しないと。あっちこっちから出てきやがって。端から潰していくしかなさそうだな。来たな。そちらからも援護を頼む。了解。タケル、こいつ、こいつ、待てよ貴様。消えろ。こいつ、カミーユ、よく来てくれて。私としたことが連邦に捕まるなんてね。ここで死ねるか。カミーユ、行けるか。任せてください。はい。消えろ。完全に持ち込む。
けるか。任せてください。はい。消えろ。皆さん、あいつ、今ところに。旗をつける。自分たちだって死ぬって時にこんなとこ守ってる場合かよ。もう逃げましょう。ハミ、飛べ。ハミ、行け。ガルダ、タイモ、お、行きます。届けよ。カミーユたちはなんとかジャブローから脱出し、宇宙へ戻るため巨大輸送機アウド村でシャトルの発射台へと向かうことになった。だがティターンズの追撃は激しく危機に陥る。その時輸送機で救援に現れたのがアムロだった。何をする気だ、アムロ。そうだ、シャー。奴にはアウド村を無傷で手に入れたいという欲がある。アムロ、間違いない。アムロレイだ。確か、シャーと言ったな。俺は百式がガンダムマーク2に近づき、そのコックピットが開く。互いの姿を肉眼で確認する二人。果たされる宿命の再会。その様子を見たカミーユはクワトロの正体を確信する。クワトロ・バジーナじゃないんだ、この人。あの伝説の赤い彗星のシャア。それにあの人が一年戦争の時のシャアのライバル、アムロ・レイだ。
シンデレラ4。アムロの復帰にエウーゴの士気は上がるが、当のアムロはまだ空へ上がる気概は持てずにいた。空に上がる気にはなれないのか。あの無重力地帯の感覚は怖い。ララーと会うのが怖いのだろう。空に上がったらまた会ってしまうのではないかと怖がっている。いや、生きている間に生きている人間がしなければならないことがある。それを行うことが死んだ者への手向けだ。喋るな。ララーの存在が未だに、そしてこれからもアムロとクワトロ・シャアの間に深い溝を作り出していた。アムロたちの協力を得て、カミーユらは空へ戻ろうとする。しかしティターンズの攻撃は激しく、かろうじてクワトロのみ空へ上がったが、カミーユはアムロと共に地球に残ることになってしまった。アウドムラは補給のために香港へ向かう。そこでカミーユはティターンズの強化人間の少女フォー・ムラサメと運命的な出会いをする。カミーユ、優しい名前ね。自分の名前嫌いなの？顔に書いてあるわ。そうかな。私の名前好き？好きだよ。私は嫌いよ。施設で4番目だから、フォー、ナンバーフォー。私ね、記憶がないの。探してるんだ。思い出なんてこれからいくらでも作れるさ。何がおかしいの？君は敵。大人の都合なんだよな、それ。そう、連邦もエウーゴも同じなのにね。ユニフォームが違うだけで。突然の爆発音にカミーユたちが振り向くと、異様な虚影が香港の街を蹂躙していた。その姿を見た途端、フォーの態度が急変する。違うのは制服だけじゃない。約束も守れない連中なんだ。フォー、一緒にアウドムラに行こう。あそこに私の記憶がある。孤独は嫌。分からないでしょ。フォー、待ってくれ。フォー、フォは。
のバリアがあるのか。こんなものか、ガンダムマックス。記憶を取り戻せるよ。やらせるぞ。バンするな、カミーユ。任せてください。はい。止めているぞ。戦況が良くないらしい。港の青戸村でシャトルまで行くんだ。そこから空へ帰れ。青戸村を狙え。カラバの奴らの好きにさせるな。こいつ、青戸村はやらせんぞ。奴らで防ぎきれるのか。手を貸してやった方がいい。消えろ。
し訳ありません。エウゴへの救援物資をティターンズに奪われました。ブライトへの手土産を失うわけにはいかない。奪い返しに行くぞ。こいつ、この辺りは道が狭いな。時間も惜しい。手分けして探そう。消えろ。向こう何かある。消えろ。待てよ貴様。助かりました。ここで死ねるか。この辺りだな。こいつ手番するな。カミーユ任せてください。タイ消えろ。受けられるか。やはりか。物資は返してもらうぞ。おかげで助かった。僕よりずっと見込みがあるな。止めているぞ。
はい。消えろ。止めているぞ。僕は両親が殺されるのを見たんだ。そんなこと知ったってどうなるっていうの。そういうことも何もかもフォーには知っていてもらいたいって思って。父も母も技術者なんだけどバカだったんだよ。父には愛人がいたのに母は全く問題にしていなかったんだ。母は仕事の邪魔をされないのが喜びでさ、僕のことはお隣さんのファー任せだったんだ。うるさい子でね、爪を噛むな、両手をちゃんと洗え、パンツを取り替えてるかって。カミーユ、もう一度だけ聞いて。今でもカミーユって名前嫌い？好きさ、自分の名前だもの。そう、私も好き。カミーユビダ。お互いの居場所に戻りましょう。ここはあなたにはふさわしくないわ。そう、本気なのか。そう、こいつ